はい、皆さんこんにちは、ゆうひと鳥です。今日は私が先日オーストラリアの方で参加していたハイロックスレースというものについて解説していきたいと思います。まずハイロックスなんですけど、生まれはですねドイツで2017年に生まれました。ちょっと調べたんですけど、2023年去年だと65本のレースが世界中で行われています。参加人口なんと17万5000人、かなり多いですよね。17万5000人に増えてると。ハイロックスレースの大会に出てる人の数なんで、まあ、普段トレーニングしてる方もっと多いと思うんで、そういう意味でかなり多くの人が出てます。実際にハイロックスどんなレースかというと、本当レースっていうだけに、走って、何分でゴールできるか、そんなレースで、具体的に言うと距離は8キロです。8キロ、1キロごとに障害物のようなものがあって、でこの障害物っていうのが実は、いわゆる実用的動作、全身運動の種目が出てきます。1キロごとなんで全部で8個で、ね、障害物があるんですけど、まあこれ1個1個簡単に説明しちゃうと、1つ目がスキーエルゴっていうもの、2つ目がスレッド、押すものですね、スレッドプル、今度引くものですね、重たいものを引きます。4つ目がバーピーしてジャンプ、ね、バーピーブロードジャンプっていうのが4つ目で、5個目がですねローイングです。6個目が、ケトルベル2つ持って歩きます。ケトルベルファーマーキャリーって。7つ目がサンドバッグ、ね、砂の入った袋をこう肩に担いでランジします。サンドバッグのウォーキングランで、最後がウォールボールという形です。1キロ走るごとに今言った8個の障害物を全部クリアして、でゴールという形になります。これがあのハイロックスレースの、まあ、概要というか、そういったものになりますね。で、まあ、実はこれ、まあ、さっきね世界で65個のレースがあの行われているということで言いましたけど、かなりねアジアにももう来てて、去年で言うとシンガポール、それから香港、台湾ですね、あとは、韓国、この辺りでもうすでにレースあります。まあ、日本もですね、そろそろ上陸するんじゃないかというふうに言われているので、どん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 アジアの方でもですね人気が出てくるんじゃないかなというふうに思ってますね。ハイロックス僕も一回出てみて見解なんですけど、ランをやってる人はねかなり出やすいかなと思いますね。ランニングしてる人はやっぱりランの中心のレースになるので、ランはとりあえず出やすいで、なんで出やすいかというと、まあそのいろんなね動きがそんなにねこうスキルが必要なものじゃないんで、まあ少し練習すればそのランの延長で出れちゃうっていうのが一つ良さかなと思います。でこの辺がまあ結構急激にね人口も伸びてきた理由なんじゃないかなっていうふうには思ってますね。あとは開催される場所が結構ね空港から近いんですよ。なのでまあ旅先とかでパッと出れちゃうっていうところも かなりいいのかなと思います。みんな旅先でなかなかこうスポーツとかこうフィットネスやるって言っても、まあ普通にどっかジム行ってっていう、まあありきたりのことが多かったりするかもしれないですけど、ハイロックスにパッと出てしまうなんてのも今後できてしまうかも。で、まあ、あともう一つ結構ねイベントがですね盛り上げがめちゃくちゃうまくて、そのスタートのところ行くとみんなこうスタートゾロゾロ集まると、こうなんかねこう閉鎖空間でですね結構こうスピーカーついてるところでこうなんかドキドキするようなあのアナウンスが流れたりとか音楽が流れて、すごくこう高揚感のあるところでバンとスタートして、でスタートすると、まあ、もちろん音楽も流れてるし、まあ、観客もねかなり多いので、でそういったところですごくもうエキサイティングな空間でレースができるというのは楽しみの一つなんじゃないかなと思いました。そういった理由でねハイロックスこれから来るんじゃないかなと思ってます。まあ、特にどんな人におすすめかというと、まあ、さっきも言ったようにねスキルがやっぱ低いっていうのがあって、特にまあ年配の人なんか僕ありなんじゃないかなと思ってます。やっぱそのスキルが低いっていうと、そのやっぱ可動域のところ結構大きくて、そんなにやっぱ ね年を重ねてくるとなかなか腕上がんなくなったりとか、ちゃんとしゃがめなくなったりとか、いろいろねそう制限が出てくると思うんですけど、まあ、そういった多少制限があってもやっぱりやりやすいっていうのがあるので、まあ、少し年配の方、今ランナーの方多いじゃないですか。そういう人はちょっとハイロックス挑戦っていうのは一つの選択肢かなと思ってます。ハイロックスですね、僕がまあ押さえて出てきたハイロックス、こんな感じの概要になってます。これから日本で人気出てくるんじゃないかなと思います。それで皆さん要チェックお願いします。